アメリカの公園へレスキュー隊が出動した理由、それは、高さ10メートルほどの木の枝から降りられない猫を、助けるために登った少年を助けるためでした。木からうまく降りることができなくなったという少年。レスキュー隊到着からおよそ1時間後、無事救出されました。一方、助けてもらうはずの猫は、この騒ぎを楽しむように見ていて、その後、飼い主が依頼した業者によって保護されたということです。